皆さんこんにちは。ハチワールドのダーナです。いかがお過ごしでしょうか。ところでですね、明日は何の日か分かりますか。母の日です。もしかしてですけど、勤労感謝の日と答えたあなた、あながち間違ってはいませんね。ということで、今日はね、母の日に皆さん何をあげるかなと思いまして、例えば、ケーキをあげて一緒に食べて、まあね、ちょっと母との会話を楽しみながらみたいな感じとかね、まあちょっとアクセサリーなんかね、あげる人ももしかしておしゃれですね、いいかなと思って。まあでもね、やっぱり定番中の定番といえばこれですよね。もうね、僕、用意しちゃってるんでちょっと出しましょう。見てますね、ボールパイソン、かわいいですよね。ということで今日はボールパイソンのことをちょっとやっていこうかな。皆さんね、ボールパイソンというとやっぱりヘビだから、あの、怖がられる方いると思うんですけどね、本当にね、このこう、何がヘビの、まず大体ね、先入観からダメだと思うんですけど、意外とヘビって全然いいんですよ。このまずこの子、ヘビがいいというか、ボールパイソン。まずはおとなしい。全然噛まない。ほら。ちょっとまあ、逃げようとはしてるけど、ね。全然噛まない。触ってもね。こうやって少し安定させてあげると、舌をね、ちょっと落ち着きますね。まあ見た目もね、まあヘビなんだけど、このよく見ると、この柄が、こいつはちょっとゴーストっていう感じのやつなんだけど、ものすごい、まあ人それぞれ好みはあると思うんだけど、綺麗なんですよ。他にもいろんなモルフが、種類がいっぱいあって、ね、僕はこのゴースト、ね、見た瞬間気に入っちゃって、もう飼い始めました。で、やっぱり一番ネックなのは餌ですよね。餌を、ネズミをあげなきゃいけないっていうのが一番ネックかな。そこだけ。だから僕も爬虫類飼育始めてから、どれぐらいだろう。2年目ぐらいでようやくボールパイソンに来ました。あ、ヘビに来ました。最初は、やっぱりネズミを餌にあげるっていうのが、ちょっとね、気持ち悪くて嫌だったもんで、だけど、あの、1週間ぐらいで慣れました。そんな感じでやっておりますので、多分できると思います、飼いたいと思えば。ということで、ちょっとね、餌でもあげてみようかな。うるる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 、ごめんごめん、戻ろう戻ろう。ごめんごめん。ではボールパイソンに餌をあげていきたいと思います。あんまりなんか食べる感じしないかな。ほり、あ、ちょっと反応してるかな。うお、来た。ほんと怖、急に来るんだよね。
ちょっと分かりにくいけど、ちゃんと頭のいいとこ噛みついてくれてる気がする。ちょっとこっからは長くなるんで一旦カットします。おお、かっこいい。そういう感じでの。すごいね。なかなかこんな体勢で飲むって面白いな。すごい、本当に大蛇って感じだね、食べ方が。うちの子のボールパイソンなんですけども、割とね食が細い方なんで、今日食べたのももしかして1ヶ月ぶりぐらいかもしれんな。なので非常に嬉しいですね、食べてくれて。で、食べるのは意外とゆっくりだな。だいたいこういうヘビのネズ食べるネズミのサイズなんですけども、あのヘビの一番胴の太いところと同じサイズぐらいのネズミを、太さのネズミを食べれるみたいです。なのでね、顔はヘビはちっちゃいんですけど、あの胴の太さぐらいのネズミだったら、大きさのネズミだったら食べれるみたいなんで、だいたいそれを参考にネズミの大きさを、餌用ネズミ買う時のね大きさを選ぶといいかなと思います。そうこうしてるうちに半分以上食べ進んだかに思ったんですがあんまり進んでないなこれ。まあいや、せっかくなんで、ね、流してきます。ちょっと長くなるかもしれませんけど。頑張って一生懸命食べております。大体餌をあげるタイミングとしては、まあ、うんちした時とか、それか、あの、脱皮をし終えて、4、5日経ったぐらい。あとはまあ、今日みたいに、ちょっと1ヶ月ぐらい食べてなかった時とか、そんな感じかな。まだどっかで引っかかってんのかな。全然進まんな。
ちょっと腕が疲れてきちゃったんで、あ、でも行くかな、頑張ろうかな、もうちょっと。よいしょ。ネズミのあの腕のとこさえ越えれば割とスムースに行くと思うんだけど。すごい顔が変形してきた。ちょっと銅で隠れて見えないんだけど、どこまで割と進んだような気がする。あの顔の変形具合から、結構進んだ気がするぞ。あ、だいぶ行ってるな。
やすごいですね本当にね。最初結構止まってなかなか進まなかった時は心配だったんだけども、一応時間はちょっとかかるけど、こうやってしっかり飲み込みそうですね。まあまあでかいネズミだったんですけど、お持ち上げるか、持ち上げない、やっぱりこうやってねいっぱい食べて大きくなってくれるのがね楽しみの一つだから、本当に大きく太くなってほしいな。本当にあと少しのところがちょっと時間かかるんだね。行ったかな？あ、まだか。あ、隠れないで。隠れないで。下顎のところが何か引っかかってるな。せっかく一番いいところが見えなくなっちゃった。
まだやってんのと思う方も見えるかもしれませんけど、まあ彼はね、彼なりに頑張ってるので、温かい目で見守ってやってください。頑張れ頑張れ頑張れ。おお、すごい、スクリュー食い。ああ、行ったんじゃない、これ。うん、ねじってねじって、おおおおおろろ、埋もれてった、埋もれていく。尻尾だけが見えている。全部入った。あ、木の枝が取ってあげたいけどな。まあいっか、あれぐらい。今下手に手出してね、万が一吐き戻しとかやっちゃうとちょっと嫌なんで、ちょっとそっとしておきます。最後にね、飲み込むところを顔出してくれて本当にありがたいですね。これはごめん、手がプルプルしてきた。うん、飲み込みましたね。ちょっと長くなりましたが、こんな感じで終わっていきたいと思います。ボール君ありがとう。またねー。